津軽鉄道 DD350 系ディーゼル機関車は、1957年と1959年に、各1両が製造された津軽鉄道のディーゼル、機関車である。新潟鉄工所製の35トン標準機、DD350DSS 型センターキャブの液体式ディーゼル機関車であり、茨城交通ケキ102、ケキ103と同系列。 国鉄 DD11 系ディーゼル機関車と同クラスである。1957年に DD351 が d m h 1 7ト x 機関に機搭載で製造された。1959年には DD352 が製造されたが、機関は L6FH14AS に変更され、出力も機関あたり 180PS から220。 PS に変更された。両車ともロット駆動式で2013年3月末時点では日本で車席を持つロット駆動式ディーゼル機関車は関東鉄道 DD502 とこの2両のみである。1988年に DD351 の機関が DMH17C に DD352 の機関が 6L13LS に更新されている。 機動車並結で運転されるストーブ列車、津軽鉄道が貨物営業を行っていた時代は、d d 3 5には主に旅客貨物混合列車用として、DD351 は旅客列車用として使用された。DD350 型には暖房用熱源の供給装置がないため、牽引される客車は冬季にストーブを備える。除雪列車にも使用される。 1984年の貨物列車廃止後は、旅客列車のみを牽引しているが、2014年現在、DD351 は休車中であり、DD352 が運用できない場合は、機動車が客車を牽引する。2007年2月から、ストーブ列車には、車両維持のためストーブ列車券が必要となったため、一般旅客のために、機動車が並結されるようになっている。 ありがとうございます。